まあ、子供たちをこう指導してた時にやっぱりこの全部がねあのオール3の子が11人集まるものよりも1つが5で他が1の子が11人集まった方が面白いんですよ。だそういうこのパズルのはめ合いというかそれでこう全員で1枚の絵を作るというかやっぱそれができるのがまたこうサッカーの醍醐味かなというか、だから僕が例えばここは苦手だからっていうのをこの選手はできるんで、だからこの選手にそれをやってもらって得意なことでやってもらってこの選手が得意じゃないものを僕が得意としてるんでやれるっていうのが11人集まるんでそれもそれ面白いですよね。この選手が例えば見なくてもこの選手が動いてるの分かるっていうか、そのぐらいまでやっぱりこの研ぎ澄ますというかあのそれをだからずっとやってるクラブもあったりしますね。奥が深すぎる。いやサッカー面白いですよ。面白いですね、はい、なんでやってなかったんだろう